前回の放送では、体調管理と日常生活での身の回りのこと、早寝早起きと睡眠の重要性について解説しました。今回は食事とその他の留意点について紹介します。夜型社会になって朝なかなか起きられず、朝食を食べずに登校する子が増えています。これでは学校で十分な学習や運動ができません。 朝ごはんはん日のの活動のスタートです。主食だけでなくおかず主菜副菜もしっかり食べてタンパク質や糖質脂質野菜や海藻など好き嫌いなくバランスよくとれるようにしましょう時間がなくてジュースだけでは反動でかえって眠くなったり体の変調を招くことになります前回の放送で朝の光が頭の中の体内時計をリセットする 大事なシグナルと解説しましたが実は体にはそれを補佐する末梢時計があり朝食をとる時間と栄養素が2つ目のシグナルとなって脳や体を活発に動かしてくれます。よく噛んである程度の時間内で食べることが必要になりますが大事なのは家族とと一緒に楽しく食べることです家庭での生活リズムが学校生活をスムーズにしてくれます。 ところで、朝ごはんをしっかりとると、胃腸が活発に動き始めます。朝、トイレでスムーズに排便ができるように習慣を作ることも家族の大事な役割です。入学前の幼稚園などでは、自宅と環境が異なり、うまく排便できず、腹痛などで病院を実施することが意外と多いのです。学校では授業中に自由にトイレに行くことができませんので、便意の我慢は、 便秘や体調不良の原因にもなります家族には排便についてぜひとも大きな関心を持っていただきたいと思いますまた日中は学校のある日はもちろん休日も屋外に出たりして積極的に体を動かすようにしましょうそれが基礎体力を上昇させ夜はぐっすり眠れて生活リズムの安定と心身の成長につながります 以上2週にわたって新入学を迎える子どもたちへいくつか注意点を解説しましたスムーズな学校生活のためには家庭での規則正しい生活習慣が基本になります普段から大人が手本を示し温かく見守ってあげることが大切です